さあ始まりました。都市鉱山をガチで発掘、ヤフオクでゲットしたジャンクのスクラップ、一日に集めた100グラム、いきなり光る宝石が。早速顕微鏡で覗いてみると、これはダイヤが。さらに謎の古墳を発見、金色の小判みたいなパーツも現れ、そしてメッキが剥げたリングはホワイトゴールドなのか。激アツ展開。どうもジャンク鉱山ラボです。今日はこのジャンクスクラップをガチで検証していくぜ。ちょっとね、金色が少ないんだけど、きっとこんなに V 色のスクラップの方が激アツに違いないんだ。まずは重さを測ろう。これが最も重要だ。なぜなら金とか銀は日々 1g いくらで取引されているからだ。すなわち評価額に直結する重要な指標となる。 109g、 なんと 109g もあるではないか。これなら目指せるかもしれない。久しぶりの宴、豪遊、キャバクラ。どうか激アツ大当たりが入っていますように。では選別、仕分けを行います。これは焼酎のキャップだ。小さなものを仕分けるのにとっても便利だ。これも同じく焼酎のキャップ、カップ酒みたいなやつだね。まずは何かいいものがないか、素材や色などからじっくり判断していくぜ。銀製品のようなものが多いが、この中に金が隠れているかもしれないんだぜ。一つ一つ丁寧に見ていこう。これはわずかだけど金色の輝き。これは詳細な検査が必要だ。これは結構いい色だ。期待できるんじゃないかな。試金石に削ってみよう。この黒い板に削ると素材の色がよく見えるようになるんだ。やべえ、全然金色じゃねえじゃねえか。これはダメなやつだ。長年の経験とジャンクハンターの勘がそう言っているぜ。泣き言を言いながらも一応テスターでチェックしてみる。これで削り跡が消えるとダメ。さあどうなるかな。全部消えちゃったよ。残念ながらこれは金ではないことが確定した。その後も不調は続き、あろうことかかつて査定0円を叩き出した不吉な品を引いてしまう。なんという息の悪さ。ああ、これは以前査定0円になった時の。やっぱりだ、絶対ダメとは言い切れないけど、また査定0円だったら嫌だから、素材の価値だけを見ることにしよう。なんだか雲行きが怪しくなってきたな。このままだとちょっと厳しいかも。どうしよう、なんかいいのないかな。ビーチ。この輝きは、まさかのダイヤモンドか。 USB 顕微鏡の出番だ。これでちょっと観察してみよう。 Ubuntu と GUVC ビューがあれば拡大した画像を撮影したり、動画のキャプチャーができるのでとても便利なんだ。詳しい導入方法は過去動画を見てね。 OS もソフトも全て無料なので、Windows 11にアップデートできなかった。古いパソコンなどでぜひ試してみてください。ちなみにご覧のパソコンは2012年頃の古い製品です。なんかダイヤモンドっぽいね。かなり深く埋めてから爪で止まっているから外すの大変そうだけど、これは外してみた方がいいね。よし、これは後で外そう。まだ仕分けが残っているからね。
こんなところに小判みたいなの貼って。ビーチ。これはどうかな。試金石とテスターで検証だ。ひたすら削ってからテスターで検査するよ。さあ、判定結果はどうなるかな。当たって。金かな。それともデッキかな。おお、これは。よかったね、金が取れたよ。直接テスターにつけても変化が見られないことから、これは金である可能性が非常に高いんだ。色はだいぶ黄色っぽいから、これはもしかしたらコーヒーにが狙えるかもね。実はこれ謎の刻印があって、これだと金の品にはわからないんだよね。まあジャンクスクラップにはこういう謎刻印がすごく多いんだけどね。イギリスの古い製品にホールマークという刻印があって、種類がとても多く、昔洋書のホールマーク集を持ってたんだけど、もう売っちゃったからわかんないね。こういう怪しげな刻印がジャンク品として売られる理由の一つなのかもね。ちなみにこんな細い針金みたいなパーツだけど、これも検査してみたら、なんと金だったんだよね。しかもこっちは18金の刻印あり。まあかなり小さなパーツだからね、18金といっても少量なんだけどね。それでもやっと見つけた黄金のお宝だ。ではさらに検証を進めてみよう。今度はこの3点どうかな。経験上怪しく光るクロームメッキみたいなのは外れが多い。あれ結構メッキが剥がれているね。下地の色が出ているようだ。しかもまた中途半端な刻印があるね。あれ、ホワイトゴールドの刻印があるね。おお、こっちにもあるではないか。これはまた激アツかな。まずは磁性検査から。これはジャンク品のハードディスクから取り出したネオジム磁石だ。超強力な磁石でくっつくか検査するぜ。磁石にくっつかなかった。検査突破だ。試金石とテスターによる検査、こっちが本命だ。テスターをつけて削り跡が消えなければセーフ。しまった。だけど、まだ諦めてはいけない。今度は切断面を検査する。これで内部をより深く検査できる。今度はどうだ。感覚的には半信半疑だけど、果たしてこれは本当にホワイトゴールドなのか。激アツだったね。ここからは最後の仕上げ、地金売却に不要なものを取り外していくね。地味だけどとても大事なことだから、金などのスクラップ換金には欠かせない作業だよ。熱いお湯を注ぐだけ。これで石についてる接着剤を緩めることができるんだ。ちなみに
容器は耐熱ガラスで、ヤフオクのジャンク品の山に入ってたコーヒーメーカーの付属品。少しの間待つこと3分くらい。こんな風に石を取り外していく。あと最初に発見したダイヤっぽい石も取り外そう。万引きにしっかり固定して、切り込みを入れるところにマジックで印をつけてから、糸の子を使って切り込みを入れるよ。これで石が外れやすくなるはずだ。もしダイヤなら糸の子の刃がちょっとくらい触れても大丈夫なはず。ごめんなさい、外すとこちゃんと映ってなかったわ。ではかなり汚れていたので超音波洗浄機でしっかり洗浄しよう。石がなくならないように茶こしを使うね。洗剤はいつものバフカス落とし、今回は一粒なのでほんのちょびっと。高い洗剤なので大事に使ってるよ。スイッチオン。軽く揺さぶってみたりして、ひたすら待ちましょう。あとは水でしっかりとすすぎます。洗剤が残らないようにしっかりとすすぎましょう。このすすぎが肝心ですね。最後にサーキュレーターなどでよく乾かします。しっかり乾いたら、あれどこ行った、小さすぎ見つかんない、どこ行った、あったよかった。早速ダイヤモンドテスターで検査してみよう。石を検査台に乗せてから。ダイヤモンドなのか。来た。ダイヤの検査はオアッサナイトテスターとの二重検査が必須だ。さあ一体どうなんだ。おお、来た。大当たり。やったぜ、ダイヤモンドゲットだ。いやー、今回は激アツだったね。今回採掘したダイヤはすぐには売らずに、ある程度の量が溜まるまで取っておきます。まあ小さいからね。それにこれを売っていくらになるかは前回の動画で検証済みだ。もしこういう小さなダイヤの価格が気になる人はぜひ過去動画を見てください。買ったら高いからね。何かに使えるかもしれないし、それにこういう小さいダイヤって取引のロットが1カラットだから、1カラット貯まるまで待った方がいいかもね。その後査定結果が届いたので結果発表だ。総額でなんとおよそ72,000円。コーヒーにが狙えると思った小判みたいなパーツは結局18金だった。ホワイトゴールドは14金だったんだけど、一部買取不可なものがあった。残りは全てシルバーだった。もしこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。